始まりました。もうこのなんか静けさとともに、ね、静けさ。今週も乾杯乾杯乾杯。よし、コメントいいね。あ、変なメガネ来たで。変なメガネです。これ今いじられたやろ。変なメガネです。早速、うん、じゃあもうね、じゃあ早速撮っちゃいましょう。まだまだいかんでいいっしょ。いかんで行きますか。王様です。王様メガネ、おはよう。じゃあ誰か言い出してください。では横浜ライブ言わんのかい。乾杯した。うん、いや今日静か静かだね。ね、うん、コメントコメントちょうだい。ちょうだい。このメガネなんない一体。そう、俺のこれなんかね、前回見てたけど実際これつけても似合わないからね。お、今日も馬面や俺は。おい、あ、サーモンピンク。あ、これじゃん、サーモンピンク。ショッキングピンクじゃない。元気ない。ショッキングピンクじゃない。いや、俺今日はあのもうブログで言ったからね。喋ろ。あの、今日から俺ちょっと喋るキャラ卒業するんで。喋ろ。皆さん喋ってください。だってもうなんか俺馬しか変わるというか、ほんまいらんわ。いや、そんなことないっしょ。ねえ。あ、早めしたの？あ、早めし。早めいつもしてるじゃん。いつもしてるね。早めいつもしてるよ。横浜のルパンで俺やろ。ああ、そうだ、そうだ。あ、なんか前回あれ、みんななんかさ、なんかサブネームみたいなついてた。ああ、俺もなんか欲しいんだけど。いや、シックスパックはやった。シックスパックまだ割れてないけどね。喋ろうやって、喋るじゃ今日。ミオが元気ないから、そう。いやいや、元気ないとかじゃなくて、俺はちょっとうるさすぎたから今。あ、誰が木馬よ、おら。ちょっと静かにね、習ったな。誰がや。言うナンセンス。たまにはね。コメント。ナンセンス。どうでもいいやん。じゃあ何する今日。何する。今日何して遊ぶ。暇やからコメント拾うしかなかったもん、やっぱり。そうやね。遊ぼう。それ喋ろうってダメでしょ、そこは。なんかコメントでしか返せへんとか、逆になんかもう。何も考えできないもん。ダークホース。あれ、ダークホース誰やっけ。俺。アイクの。俺。何これ。じゃあ俺の相談乗ってくれる回でもしますか。あ、そうやな。まあ相談。いや、俺なんかあんの最近。ちょっと病んでるんです。じゃあミオの。病んでんの。ミオの。じゃあミオのか。全く病んでないけど。じゃああれしようか。病んでみたい、逆に。ミオのためのカウンセリング。カウンセリング講座。あ、そう、カウンセリングじゃあしてほしい。なんか俺なんかやめないんですけど、なんかどうやってやめるんですか。え、やむっていうことが。あ、やめないの。はい、俺ずっと病んでるけどね。いや、なんかどうやったらあれるんかなっていう、そういう。やむってなんなん。そう、やむってなんなんていう。俺もいまいちね。やむ。いや、なんかやみやすいくせに来ておる。いや、もうコメント見なかったことでしょ。それ見なかったことでしょ。あの方式ね、あの方式ね。あの方式。よし、じゃあコメント拾わんからな。よっしゃ。拾わ、拾わ、もう拾わ、絶対拾わないよ。いや、じゃあまあ、とりあえずさ拾ってやんで。今日、あ、でもまあ、あのさっき言っとった、そのね、いおりさんが言っとった、なんかその何なんだっけ、あれ。あ、アンケートやるよ。そう。え、いつも。できるっすか。あ、アンケートってできますか。あ、じゃあアンケートやるよ。なんかいつもと違う風にね、なんか、もう、フリートークばっかりマンネリやん。そう。確かに。だから、なんかね、その、アンケート。何々を一番してそうな人とか言うので。あー、なるほど。そう。それいいね。そう、だから。え、お題はじゃあ。そう、お題。お題。一人ずつ出していこうか、ほな。あー、お題。まあ、俺はもう安定の、やっぱ、一番腹黒い人。一番、3人にね。腹黒い人ね。腹黒い人は、ね、決めよう。決めようっていうか、まあ、パッと見。パッと見。じゃあ、それやる？早速やる？じゃあ、いいっすか。じゃあ、3人の中で、一番腹黒い人。
決めましょう。一番腹黒い、一番腹黒そうなんですね。一番腹黒そうなんですね。決めつけはよくないからな。腹黒そうな、腹黒い、腹黒そうな、決めつけはダメやん。腹黒そうな人。それでいこう。あの腹黒いってお腹の黒いとかじゃないやん。あ、もうそれだったら俺結構腹黒い。いや。え、これはどんな感じ？だから多分アンケートも出るから、うん、よし、じゃあ行きましょう。みんなアンケートちょうだい。すごいね、これ。あ、名前は出てんの？あれ、え、多分出て、俺らは多分分からんことかな。見えてないのかな、分からんけど。え、こっちには出ないんすか？あ、ありますね。あ、そういうことね。あ、なるほどっすね。そういうこと。え、その後のコメント、これどれぐらいで集計取れる、取れ、取るんですか？もうあと5秒10秒ぐらい。そんな早い、そんな早いですか？すごやばいね、これ。ちょっとじゃあ5秒10秒待ちますか。沈黙の、でももう終わりやろ。はい、おー、はい、発表。あ、腹黒くない人から。腹黒くない人から。これ1位一気な、グリな、うん、1位一気 13.3% で、あやとさん。うわー、絶対もう、嘘やろそれは。ちょっとそれ、じゃあおかしい、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 俺らや、絶対。じゃあ何を知ってんの、俺のやばー。じゃあ2位行きましょう、2位。あ、どうする、2位やね。2位行こうか、2位行こう。2位行って、で、1位のその、うん、何パーと引いて、で、5食いしたらいいやん。じゃあ2位、2位の方が 33.3% で、ミオさん。あーー、だから 33.3 ね。書くへんやん、俺。書くへんやん。いい数字持ってるよ、いいね、やっぱり。持ってるね。じゃあちなみに1位何パーセントっすか？半数以上、半数。俺、そんな入るの？あーね、そうなんよね、実はね。そう、実はね、実は腹黒い。お前ら覚えとけよ、お前。お前ら覚えとけよ。俺以外に。あ、じゃあ飲みます飲みます。あの、コールしないっすよ、俺。俺おとなしく行くって決めた。あー、もう。いや、やばいね、50% 取るって。いや、なかなかね、すごい。すごい、すごいことや。俺、僕、帰っていい。いや、でもほんまに飲んだわ、これ、おい。これちょっと面白いね、でもね。いや、なんか、あ、俺これもう中杯弱気弱気、今日は中杯。ちょっとじゃあ、ちょっとアンケートもう一個ぐらいやろうよ。アンケート、おもろいな、これ。ちょっとおもろい、おもろい。今誰が言ったんですか？今俺が言った。あ、じゃあちょっと、ちょっと待って、お題、何しよっかな、お題。アンケートちょっとおもろしいわけじゃん。でもなんかちょっと全然面白いの浮かばないんだけど、何しよう。あ、なんかさっき来てたよね、コメント。うん、あ、これまずいっしょ。真ん中奥に見にこいや。なんかもう決めよう、なんか時間もあるし、ね、そうやね。ね、あ、ダンス、ダンス、こういうのが一番、そう、こういう時間が一番なんか嫌や。なんかコメント拾いたくなってしまうから、俺もやっぱり。それはもうポンポンって言うから、ね、ポンポンって。じゃあもう俺決めようかな。じゃあ決めよう、決めよう。じゃあ決めて。あ、やるさん、ほんなら何、ね、よっしゃ。もう腹黒いでキチクソ一緒やもんな。キチクソ一緒やね。似てる似てる。俺はもうあれじゃん、腹黒そうイコールキチクソってことやろ。それでいったら多分 70% 取るからやめよう。おめえ、それがほめえ。お前ら、お前らほめえすんの、こら。いや、ほめえはダメですって。ほめえはダメ。枕だけ。それもわかんでしょ。で、一番セックスのテクニシャンな人。テクニシャン。テクニシャンな人。だから、でも枕やってる人しかわかんない。あ、じゃあ、イメージで、一番セックスが上手そうな。あ、ね、上手そうな。あ、なるほどね。そう。イメージね、イメージ。前期からフィニッシュまで。それいけますか。それいけますか。それ。な、何？全部含めて。セックスってこれ、一番その夜の営業が夜の営業がうまそうな人。夜の営業、夜の営みが、夜の営みが上手そうな人。いや、そんなさやついる別に。俺、いや全然どうで
これで俺1位やったら、マジ悪意しかないお前ら、ほんまに。いやでもこれは多分期待通り行ってくれるんじゃないかな。どうなのね、これは。あ、じゃあ始まったよ。じゃあみんなアンケート参加してね。いやこれ楽しみだね。いやこれもうね、え、これは何、3位の人が飲むってこと？いやこれも1位が飲む、やっぱ1位が飲む、1位が飲む、一番セックス。いやなんで、いやうまそうな人、うまそうな人はいいじゃないですか。じゃあ逆にこれは3位が飲もう。あーだから2位、まず2位言って1位言うて。あーそういうことでしょ。そうやな、うん、じゃあ一番下手くそなやつが飲んだらいいの。そう、一番下手くそなやつがじゃあ飲みます。そうこれで飲みたくないな、ちょっとこれちょっと嫌やね、なんかみじめやし、なんか苦しいし、ね、イメージだけど、イメージだけど飲みたくないな。これやばいね。もうそろそろちゃうんすかこれ。まあでも俺これちょっとでも最下位の気がする。いや俺最下位は嫌やな、無難になんか2位ぐらいはいない、やっぱり。俺ちょっと飲む準備してるからね、もうすでにね。よし、飲む準備してるから。そやね。いやなんかやだな、今出ました。あ、出ました、出ました。2位からいいですか。2位から、2位からいきます。はい、2位ほら、俺無難なとこ、俺全部無難や。いやーねー、ちょっと待って、俺、いやきついな、これ。いや俺ちょっと2位の男やわ、やっぱり。いやでも俺1位やったら嬉しいよ、やっぱりステップスがイメージ、イメージ。じゃあ、確かにね、イメージ、イメージ。1位言ってもらっていいですか。1位が 60.1% で、うん、おー俺一番下手くそかよ、おい。はい、じゃあ3位、3位の方はもういい、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 もういい。何パーすか。はい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 。でも俺も飲むわ、なんか自分で言う。俺も飲むわ。じゃあ自分で言うだもんね。一番グイグイせんでよかったっすね、俺。優しい俺。ちょっと待って、俺なんか、いやなんか持ってるな、みんな。いや持ってるね。俺羨ましい。俺もずっとなんか微妙な。じゃあ俺そんなん言い出したら俺お題決めようって思ったんですよ。お題決めてよ、ほんまは俺がお題言おうと思ったけど、うん、この中で一番ビジュアル系そうな人って言おうと思って。そうだもん、ダントツ1位。ダントツよ。いやでも分かんないで、ね、でもこの画面の向こうでは1位かもしれない、うん、そうやね、そうもしかして味方によってはね。そう味方によっては俺かもしれない、ね、近くで見たらめっちゃピアスあるんですよ。ほんでだからじゃ あ分かった分かった、今日俺狙われてるわ、お前。分かったわ、もう狙い撃ち。あの狙い撃ち、俺狙われやつして、次ほんまにアンケートして、まあ、明らか俺じゃなくて1位やったら俺もこの感じでやめる。負けた人がずっとお題決めていいから、どうしよう。あ、そうしよう、3位の人がお題決めよう。難しいよね。なんやろな、俺か考えられへん、なんか出てこへんもん、俺ばっかやろ。何しようかな。あ、じゃあこの中で一番酒癖が悪そうな人。あ、悪そうな人。なるほどね、酒癖が。だから1位が一番悪いと。で、1位がグイ、うん、多分俺やろな、絶対、うん、絶対俺グイ。よし、怖い怖い。いや、それ行きましょう、お願いします。自分で狙ってるよね、もう。いや、だってもうなんか狙われてるもん。なんてなんて、酒癖が悪そうな人。そう、酒癖が悪そうな人。あ、酒癖が悪そうな人。1位が一番悪いと。1位が、なるほどね。そう、オッケーオッケーオッケー。まあ、俺のこと知っとる人、知っとる子は多分俺はいいと思う。そうやね。俺だって全然知らんじゃないもん。知らんじゃないよ。知らんじゃないよ。誰が知らんじゃないよ。焼け酒してるけど知らんちゃうやん、これ。どう、でもね、どういう印象なんだろうね。なあ、なんかもう多分絶対こうなんか関西弁やからきついやん、口が。そのイメージちゃう。いや、これはフリじゃない、フリじゃない。フリではないで、真剣に真剣に。いやもうちょっとこれやばいね。これで俺多分取った三冠王やで。三冠王だね。嬉しないけど。作っとこうも怖いよ。作っとくわ。作っとくわもう、ま、ちょっといない人の名前が出てきた。翼さんでも来週出るんじゃん。来週ね。次の放送ね。だから来週はちょっと俺がお休みするんで。いやいやいや、それ毎週で。お前レギュラー。違う、ガチで。あ、そっか。ガチで明日。あ、じゃあ来週はちょっと。普通や。この中で一番それくっつける人だ。あと来たね。終わっちゃうよもう。よし。あ、みんなじゃん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 。出ました。出ました。じゃあ3位から。はい。7.1%
俺さ思った、この人さただのええ人やん。なんかじゃああのさ、じゃあ俺さ、みんなの意見だから、ね、いや俺画面の向こうがじゃあ俺さ、しかもさっきから気になっとったけどさ、俺のこのカバンにつけてるさ、これがずっと光ってたっていうこれずっと光ってるって。俺光ってたの、ほら、そう、ほんまにもうアンケートやめたんやけど、やめよう、アンケート、やめる前提で言っていい、うん、1番に名前呼ばれたい。まあもうここまで来たらね。俺ちょ待って、それ言い出した俺やん、俺ずっと2位やで。で俺多分今回、2位誰ですか。2位行きましょう。じゃあ2位。おぉ、うわ、50.1 と 42.7 なんぼ。じゃあもう1位いきましょう。1位、ミオさん。おい、嘘やろ。え、1位ミオっすか。1位ミオさんで、え、ちょっと待って、嘘やろ嘘やろ。みんなありがとう、ありがとう、まさかの、ありがとう。待って、はい、じゃあちょ、嘘やろ、マジで。グイ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 、半分でいい。マジでか。ミオ1位やったね。いややったねって。でも完全にやったねって、全然嬉しくねえよ。完全に一番酒癖悪いのは俺だからね。いやでもね俺一番いいと思うねんけど、焼け酒するけどな俺。いや俺は別に酒飲まんくても悪いから、もうもはや元が、もう知らんとかのそういうレベルじゃない、知らんレベルじゃないからね。そうじゃあね、じゃあもう俺アンケートいいから、誰かアンケートしたかったまあ俺も、まあ、アンケートもでもフリートークしようや、最近のじゃあまあとりあえず、ね、最近の日常、じゃあ CM 開けるまでちょっと考えときましょうか。え、それまでは何するんじゃ、それまでは。いやとりあえず CM 入って、もう CM なん。じゃあとりあえず CM 行ってもらっていいですか。え、もう CM 行く。マイペースでいい。じゃあ CM、 じゃあ CM で自分で行きなさい。店長、俺の今月の売り上げは？先月はどう？じゃあ去年の今頃は？そっか。オーナー、これ。俺と気が合うな。やるか。ホスト業界随一の独立支援制度。簡単だろ。BS グループ。はい、来ました。もうあのね、することないから、いつも通りコメント拾っていこうっていう、ね、いつも通り行きましょう、そういう結論で、うん、あ、その営業時間やな、その営業時間、営業時間、あの店の方にね、店の方に電話、あ、こっちにあるんで、あの、どこも毎回っていうか、そんなん来た、ここ、LINE して、そう、LINE したいね、そう、LINE したいね、そう、LINE してよ。いや、俺でもこれの番組、ほんまに LINE 全然来おへん、マジでほんまに。ライン上だよね。ラインね、俺も来ないっすね、全然。何振ったんすか。え？いや違う、俺それ振って今。そう、俺そう、そうなんか。違う、俺いらんって。それもうないから俺、もうない、もうないから。違う違う、俺その下、そのコメント、誰 NG コメントバックするやつは。あかんで。ね、多いよね、NG コメント。最近 NG 多いからな、ほんまに。店行かないと思ってたんだ。あ、店行かない人は。僕はいいです。遠慮します。店行かない人は、店来てよ、じゃあ。ライン友達いらねえわ。ライン友達はね。いらねえわ。マジいらねえ。ライン友達は次に1回ぐらいラインするわよな。そのラインしたら何くれんの、逆に。ちょっと待って。なんかくれんの。じゃあ逆にすぎやろ。逆に、あの、ごめん、ズーズーし。それは。逆に金くれって話よ。今日俺も、ね、そう、ぶっこんでいくもん。だって俺めっちゃ言われたもん。行きたい、久々に行きたい。久々に行きたい。ああ、じゃあ。これちょっと。コメント拾っか。もう拾っコメント拾ったわ、やっぱり一番ね。ずっとコメント拾った。流れがいいんじゃない、やっぱり。久々に行きたい。じゃあこれ、この人
誰担当なの？そうや、それ聞きたい、ね、誰担当やん。さっきのあの、ね、久々に行きたい人だな、うん、まあ、担当を教えてくれたらコメントして、まあ、せえへんかな、まあ、どうやろね。ねえ、はい、このこれ多いな。多いね。これ今日手振って多いな。あ、じゃあ久しぶり。お母ちゃんって久しぶりのやつ来た。あ、ゆかりバーストスリム。ゆかりでも人気やな。で、俺のおかんみゆきやねんけど。お、ちょっと待って、俺みよ、みよだよ。俺誰誰か名前変えるか。担当俺らしいで。わ、た、あ、そっち。あ、ミオの方かと思った。じゃあ絶対来て、ほんまに。LINE 送ってきてよ、LINE。俺最近暇で困ってるから、切実に。ね。ねとか切実に切実にね。そうそう。じゃあみんなお店の方来てよ。ヨリさんやっぱかっこええわ。Thank you! ありがたいね。うん、俺腹白いけどね。肌白い。そ、なんか腹黒いけどね。腹黒いけど肌白い。じゃああれしようじゃん、もうなコメントもやっぱ飽きたから、うん、やっぱ、まあ、俺関西人じゃん、お笑い芸人好きやから、うん、自分をなんていうの、この芸人で表したら誰か的な、例えばミオザキヤマ推しとかあるやん。ああ、なるほどね。ミオザキヤマ推しとかあるやん。俺宝から順調したけど、そうやね、うん、でクールポコじゃなかったっけ、うん、クールポコ、クールポコなんだこれ。やめよう、もうダメだよ。俺振っといてごめん、なんか滑るわ。やめよう。いいよ、滑よう、滑ろう。ねえ、あ、切んの、あ、切らないで。俺今日マジ喋らんかも。どうした、やんでるの。やんでへんわ、別に。やんでへん、先言った。やみ方がわからん。そうやな。いや、俺はもうすげえザキヤマリスペクト。ザキヤマが大好き、すげえ。誰か欲しがってる。ダメよ、ダメ欲しがってる。やって。お、あやとさんダメよ、来たで。あ、ほら、いいじゃん、ないのよ、あやとさん。ダメよ。誰がカノエイコや、おら、おい。誰がラーメンや、おい。カノエイコなあ、誰がカノエイコやん。ザキヤマ、やっぱザキヤマ神やな。いや、いいよね、ザキヤマね。名前変えようかな、マジで。何、山崎美桜に。それでも、それでも、あれじゃん、山崎パンでいいんじゃん。山崎パンでいいんじゃん。山崎パン。山崎パン、嫌やな、それ。あの、しりとりした時、名前って終わりやで。山崎。終了。ほんまや。山崎、楽しい。それなんかの CM やん。パン祭りイベントしたいの、マジで。パン祭り、山崎ミオのパン祭り。そう、俺のパン祭り。あー、そうだ、俺、そう、あの、来月でちょうどこっち来て1周年になるんですよ。あー、そうやね、ミオ、そうなんですよ、ね、ミオ入店し、そう、だからちょっと1周年祭ちょっとしようと俺思ってる。しよう勝手にしようと思ってるんで、それしようぜ。ちょっとみんな来てや。誰が関西の話や、おいちょいちょいな、お前らやめろよ、ほんま。おいって。ほんまうざい。こいつらよ。あ、でも行く行くやって。あ、来い。どうせあれやん、くるくる詐欺やろ。最近流行りの。最近流行ってるからね。流行ってるね。くるくる詐欺ね。くるくる詐欺。そう。それまで関西おったよね。うん、関西ね。あ、でもほんまや、ちょっとあの、今日な、なんか全然面白いこと喋ってないけどさ。うん、そうやな、今日ね、あれやな、今日はもうあの、おとなしく言って、たまにはさ、まあ、なゆっくり普通にコメント拾って喋るし、そうやな、俺らもやっぱ人間やからな、やっぱり、うん、ね、だから今日は綾瀬さんがちょっと ねもうちょいぶっこんでいかない。だってもうすぐバースデーやからね。そうやな、あ、ほんまや、それは、あ、そう、あの、今週、今週、今週、そう、そうだね、今週だね、あ、もう今週、え、ちょうど、あ、もう来週、あ、来週か、月曜日、来週の月曜日、来週の月曜日、あの、バースデーなんだよ。ぜひ29歳になりました。そうよっ、イエイイエイ。ぜひね、まだね、バースデーね、23の月曜日、23日。いや、もうね、どうなることやらね、バースデー来てください、もうお願いします。もう予定ないんで、バースデー予定ないんで、バースデーって。うせやぞ、いや、それやったら、ね、そのバースデーイベントやめよ。普通のコスプレイベントとかしよ。ねえ、それやばいよ。
もらう？あのボーイさんでボーイさん。ボーイさん。あ、すいません、あのアイスもらっていいですか？あ、ついでに延長で。あ、いつか。じゃでもね、行けたら、そうじゃあまあ来てもね、まあ多分。延長したいね。多分先に言っとくのも満択でしたね、絶対。いや、満択はないよ、絶対。絶対ないよ。ちょいちょい。あの絶対ないよ。ちょいちょいなんか俺に喧嘩っていうか飛ぶよな。まあ、なんで？なんかバカにしてるやん。何どれ？なんかここに何か書いてあって。そう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 。あ、ほらほらほら。あ、でもちょっと。でもね、やっぱり。いおりくん多いよね。でも絶対あの NG コメント絶対俺やからな。絶対俺やからさ、そんなさ、いおりさんとかマジコメント多いやん。めっちゃなんで、なんで来へんのと思う。お前ら店来いよ、ほんま、うん、お前ら店ほんま来いよ。オラオラやね。何してんねん、ほんま。そんな、あれや、ニコ玉なんか、あれや、ニコ玉なんかで、あれ500円やん。あの会員な、うちも初回500円って言ってるやん。あ、な、濃いよ。同額や、同額。そうよ、濃いよ。合わせても1000円だよ。僕ら、そのなんか、500円の価値のホストです。だって、なんか、500円のホストのナンバーワンです。ねえ。僕、売上僕1500円です。1500円。マジか。俺、先月790円。おっしゃ。あともうちょっとやな、1位まで。あと200円くらいでしょ。あと200円くらい。お前らほんま来いって、お前。ねえ。交通費ね。いや、お前ふざけんなよ。何の交通費なんだよ。ちんちん待って。いや、なんかちんちん待って。待って待って待って。絶対りょうちゃんやん。りょうちゃん見てるだけよ。りょうちゃんやん。りょうちゃんかな。りょうちゃん見てるな、これ。マジでか。ちんちん待って。めっちゃ今日あかんわ、なんか全然喋らんまま早く終わった。ああ、ちんちんマークや。俺ほんまちょっとこれ終わったらミーティングやわ。そうね、これ NG コメントじゃないのこれ。ちんちんシュー。いやほんまにほんまにほんまに。ちょっと待って。待って。これなんでなん。これ絶対 NG コメント。てかもう時間やばいんだけど。てかとりあえず俺はちょっともう時間から言っとけど、ほんまに来週ちょっと休みなんでみんな見なくていいです。いやいや、ちょっと見なくていい。みんな見なくていいです。あ、やっぱ感じない。あの、あれ告知。そうですね。じゃあまあまあ何回も言ってますけど、まあ、初回500円、1時間500円、1時間500円で、あと男の子の方もそうやね、滞納費1万円で待ってますんで、こっち、あ、もう終わる、はい、言い残したことは、あ、チンチン見して。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。